はい、皆さんこんにちは、マネルグルビシです。では今回はパワープロ2020 A 館9、やっていきたいと思います。で、今回からですね、ちょっと趣向を変えてですね、バントだけで甲子園優勝を目指そうという企画をやっていきたいと思っています。まあ、具体的にどういうことかというと、自操作、まあ、自分が操作するときは全部バントのみ。バントがね、たまにできないときがあると思うんですけど、もうそのときはね、ただただ来る球を見送るというね、本当にバントだけで甲子園優勝を目指そうという企画になります。じゃあそのための選手たちなんですが、ご覧のようにですね、もうとにかく走力重視、1にバント2にバントっていう形になるので、まあバントヒットですね、これを狙うために、まあバントだったり走塁だったり、あるいは内野安打だったり、そういったものがね、得意な選手に育てていこうというふうに思っています。で、スターティングラインナップですが、盗塁 A、走塁 A、走力 S のバント丸月石峰くん。で、2番小沼くんもね、バント職人持っていて、走力は100です。白戸くんも盗塁 A、走力100。キャッチャー田所くんはキャッチャー能力 A ですね。で、ちなみにですね、練習の方は特に、まあ、以前やっていた脳筋縛りみたいな形の縛りは設けていません。まあ、ただ、当然ですね、走力高めの選手を育てるために走力重視の選手に、練習になっていくかなと思います。で、この甲子園をね、制覇するために必要な条件、3つあると思ってまして、まず1つがですね、対戦相手。総合戦力が、A とか B の高校とね、連戦するとさすがに、まあ、厳しくはなってくるので、対戦相手に恵まれること。で、二つ目が、やっぱり、投手ですね。投手がね、強くないと大量得点というのがあまり見込めませんので、強い投手が入ってくること。これもね、絶対的な条件かなというふうに思っています。そして、これが多分一番重要だと思うんですけど、結局魔物がね、どれだけ使えるかというのがすごく重要な要素になってくると思うので、この3つの要素が重なった時、バントだけで甲子園を制覇できる、まあ、そんな時が来るかなというふうに思っています。では早速始めていきましょう。すでにですね、夏の甲子園大会予選、ここまで時間進めてます。ここからまずはね、初戦突破、そして甲子園出場というのをね、目指していきたいと思います。で、以前はですね、まあ、チャンスとかポイントになるところだけ、動画の中で切り抜いてご案内してたと思うんですけども、まあ、それだとね、本当にお前全部自走作バントしてんのかというね、話になってきますので、自分が操作するところ以外も早送りでですね、一応お見せをしていこうかなというふうに思っています。ではまず早速ですね、セーフティーバント試みていきましょう。で、ちょっとそれに伴ってですね、少し連打音ですね、これがコントローラー的に小うるさいかなと思うんですけど、そこはちょっとご容赦いただきたいと思います。盗塁はします。足は遅いな。これピッチャーでしたね、今ね、一塁ランナーは。さあセーフティー、これはどうだ、アウト。結構フィールディングいいですね、この相手チーム、まあ、全員ね、基本的にはバントを決めていくという形なんですけど、まあ、うまい具合に今みたいな2投3投、さらにはこのセーフティーバント、セーフティースクイーズ、これでね、点を取っていくという形になります。ここもちょっと3投狙おう。さすがに足が遅いな。とにかく塁を進めて、スクイーズで点を取っていくというのがね、基本的な戦い方になっていくかと思います。だからね、ピッチャーがね、点を取られないっていうのがすごく重要になってくるんで、ピッチャーに恵まれることっていうのがね、すごく重要ですね。これ盗塁しましょう。さあこれでセーフティーバント、セーフティースクイーズですね。ピッチャーが点さえ取られなければね、このスクイーズの点で、まあ、どうにでもなる
という場面だと思うんですけど、ピッチャーがね点を取られてしまうとやっぱりなかなか点が取れないというね、まあ、ジレンマというか、まあ、そういう状況に陥っていくということになります。これ内野安打丸持ってるとバントから一塁に走り出すスピードも上がるのかな。だとするとね、あのすごく欲しいのが内野安打丸がすごく欲しくなりますね。これ石峰くん盗塁 A 持ってるんですけど、それでも、まあ、普通にストレートを投げられると三盗は難しいですね。まあ、2投はね高い確率でみんなできると思うんですけど、3投ってなるとねいろんな条件が揃わないと、まあ、なかなかうまくいかないかなって感じはしますね。これはうまくいきましたね。ここからセーフティーバントが決まってくると、まあ、すごく強いチームに、ねなっていくかなと思うんですけど、このシチュエーションをどんだけまあ、作れるかということですよね。ここもちょっと3投を試みてみましょう。これも決まった、まあ、ウエストされるとやっぱ厳しいのかな。ウエストされてしまうと3投が厳しい。ではこれ最終回にしていきましょう。伝令送っていきます。はい、これで1回戦バントだけで突破です。続いて2回戦目ですね。今回ね、一番最初にお見せしたように、魔物がね、使える選手が1人しかいないので、まあ、そこがうまくね、強豪相手の時に発動してくれるかどうかっていうのがね、すごく、まあ、戦いをね、左右する要素になるかなと思ってるんですけど、こればっかりはきっと運ですよね。何か特定の条件で、魔物がね発動するしないっていうのがあるんであれば、ちょっとそれを目指していこうかなと思うんですけど、まあ、高学年つまり2年生3年生で性格が内気な人間であるということ以外に何かね発動条件があるのかないのかっていうのもね、ちょっと今後の研究対象かなと思います。で今回はね、2番のコンマ君張り切りに設定してますけど、このコンマ君が唯一まあ、この高校において魔物を持っている選手ですね。まあ、今回魔物をね発動してくれていますけど、これがうまくねハマってくれればいいなというふうに思ってます。あとは三塁手の肩かな。この三塁手の肩もねよしよしやりますからね。三塁手の肩がねすごくいいっていうことになってくると、当然その一塁に到達するまで肩がね弱い三塁手であるほどセーフになる可能性高まりますからね。この三塁の立花君はなかなかフィールディングは良さそうですよね、今見てるとね。なのでギリギリピッチャーに取らせるっていうのが一番いいのかなっていう感じもしますけどね。これはセーフ。でこの展開だとスクイズですね。しかも暴投を誘って一塁もセーフ。これで2回戦目もコールド勝ち。いや2試合連続コールド勝ちでスクイズ、まあ、バントのみでね来てるっていうのはなんか脳筋プレーよりも期待が持てるな。牧田君の走力も上がってるしね、このまま進めましょう。さあでは3回戦目でね、戦闘戦力いいな高校です。ここはいつもの通りセーフティーバント、おスクイーズでね勝ちにいきましょう。
いや、これ脳筋プレーよりもはるかに点が取れるっていうね、なんとも微妙な感じだな。まあ当然ね、今回は総合戦力いいの、我孫子水産高校というのはありますけど、それにしてもね、1回戦2回戦と、まあ、連続でね、コールド勝ちしてますし、ここもコールド勝ちの条件をね、しっかり、クリアしてますからね。で、この状態から本間くんが2投、まあ、この2投はね、かなりの確率で成功するんですが、まあ、3投はね、うまくいったり、まあ、うまくいかなかったりっていうことがあるので、まあ、状況を見て3投するかどうかっていうのを決める必要がありますけど、まあ、2投がね、確実に、まあ、うまくいくというのもありますし、バントの、ね、成功率もそれなりにあるので、これは本当にうまくすれば、ね、サクッと甲子園制覇できちゃうんじゃないかって、そういう期待を抱かせる内容ですね。でも相手、ね、チームからするとたまったもんじゃないですよね。毎回バントばっかりされてたら、まあ、実際にはね、バントが多いなっていうチーム、バントが多いなって思わせることによって、まあ、いろんな好条件出てくると思うんですけど、例えば内野の守備が前に出てくるとかね。ただこのチームに関してはバントしかしないんで、もう全員前に出てきておけばね、もうそれでバントを封じることもできるんですけど、まあ、そういうのはね、コンピューターは分からないですからね。では4回戦目、準々決勝に駒を進めます。では準々決勝の相手ですね、総合戦力 B、 この辺りになってくるとしんどくなりそうだな。総合戦力 B の高校が相手になってくるとね、当然、点も取られるだろうし、守備も上手くなってるだろうし、そして何よりバントがね、成功しにくくなるっていうことも出てくると思うんで、ここは少ないチャンスをしっかりものにできるようにね、考えながらやっていきましょう。ここは3投を狙いましょう。少ないチャンス生かすためにはね、やっぱランナーを三塁に進めないと話にならないんで、三塁に進めて、そこからセーフティーをね、狙っていきましょう。まずは盗塁。お、際どいな。警戒もしっかりされてる。ただここはまずはノーアウトランナー三塁に、ここからスクイズだよね。三塁手の判断は確実でしたね。もうホームに投げる気配は見せず、そのままサードにポンって投げてましたね。ここはスクイズが失敗。石峰くんはバント丸がついてるんで期待できるけど、一塁はアウト。勝ち越し点が取れなかったな。八幡くんがもうバテ、いつバテてもおかしくないような状態で、ね、103球。まあ、さすがに総合戦力 B の高校になると球数も使っちゃいますよね。ここは点を取られたくない場面なので、盛り上げるも使っちゃいましょう。これで守備も強化して、励ますも使ってどうかと。石峰が落下点入ってスリーアウト、1対1。このノーアウトのチャンスはね、しっかり生かしたいですよね。バント職人を使って確実にランナーを三塁に進める。で、盗塁も決めちゃいましょう。これでノーアウトランナーが三塁二塁。ここでスクイズがね、しっかり、決められるかどうかっていうところなんですが、これはよろしくないな。ゲッツーが、これはピッチャー山田君のところですけど、代打を出しましょう。バント職人持ってる人誰かいたかな。バント丸、内野安打丸、阿部君だな。阿部君にセーフティースクイズ、これを決めてもらうしかない。どうだ、ナイスバント。
ナイスバッティングって言えないからね。あくまでもナイスバントっていうね。いいバントだったよっていうね。そういう言い方になりますね。さあ、ここをね、しっかり勝ち切っていきたいんですが、投手が勝見くんか。3年生いるんだけどね。勝見くんで言ってる。まあ、確かにサークルチェンジ4、カーブ2、速球が153。まあそこそこの選手であるのは、まあ、認めますけど、ここはじゃあ調子を上げていきましょう。まずは一つアウトカウントをね、増やしたいところで、これでタイムリーか。同点タイムリーですね。やっぱり3年生だよね、こういうところはね。投手交代。3年生、松木くんに変えます。ここは確実に盗塁でノーアウトランナー、ワンアウトランナーが二塁と、ああいうチャンスをね演出していきましょう。むちゃくちゃ警戒されてるけど、これは楽々セーフですね。あとはこの後三投ができるかどうか。これをウエストされてましたね。今みたいなところでね、しっかりランナーを進められるとだいぶ違うんですけどね。さあ9回の表、ここで点を取られると一気に苦しくなるな。まずは三振が欲しい。うわ、抜かれた。これが追加点となる勝ち越し点ですね。1点で抑えてこないとね、バントチームである以上、あの一挙にね、1打で、まあ、2点3点っていうことはちょっとないので、今ねライト前にヒット打たれちゃいましたけど、ここで食い止めとかないと G エンドになるだ。これは内野ゴロの間にさらに追加点ですね。2点か。さらにホームラン。くー、ピッチャーバナカ君相手にスリーランか。決まったかな。まずはセーフティーバント。ここからは貪欲にね、盗塁を決めて、前の塁、先の塁と狙っていくしかないですからね。ノーアウトランナーが三塁一塁。これは盗塁しちゃいましょう。でセーフティースクイーズでね。これはただうまいバントだ。よし、まずは1点。秋元くんはバント丸ついてるね。まずは盗塁しちゃいましょう。なっ、これ刺されたか。誤算だな。ただスクイーズで確実に1点返しましょう。ただね、三塁側にねスクイーズはしてほしかったかな。うわ、しかもここで山形君のところですけど、待てしかできないんだったらバント使える人、内野安打丸、笹田君かな。セーフティーバント、これはうまいバントだ。よし、こういうところでね経験を積んでもらいましょう。セーフティー、一塁はアウトか。まあ、ただね、今回ちょっと9回残念な点の取られ方しましたけど、この先期待ができるね、バントだけでの甲子園制覇のスタートになったかなと思いますので、次はじゃあ秋の大会からね、続きやっていきたいというふうに思います。